韓国人メジャーリーガーのチェジマンが、個人的な問題により、制限選手リストに入った。しかし、近日中に復帰するものとみられる。タンパベイ地域メディアは24日、レイズが個人的な理由により、一類種、指名打者のチェジマンを制限選手リストに入れ、オースティン・プルイットをコールアップしたと明かした。また、 チェジマンは懲戒を受けたのではない。1から2日ほどチームを離れるとした上で、近くチームに合流すると伝えた。